今回はですね、ネオヒルズ・チルドレンという、ちょっとふざけたタイトルかもしれませんけども、これでお送りしたいと思います。まあ実はですね、私は先日、東京の銀座の方に行ってましてね、えー、まああの、いわゆる稼いでる人と会ってきたわけなんですよ。6人ぐらいだったかな。で、まああの、リーダーが1人いて、で、その人の招集で集まったわけなんですけども、まあみんなすごいね、 私なんて恥ずかしいぐらい稼いでますよね。まあ、私唯一、あのー、ちょっと誇れるのは、何もせずに稼いでるのは、私だけかなと思うんですよ。ビジネスもしてない、セミナーもしてない、もう何にもしてない、YouTube でこうやって毎日毎日勝手なこと喋ってるだけということですね。他の方は結構ね、セミナーしたりとか、セールスしたりとか、ランニングページやったりとか、広告回したりとかしてるんで、そういう話が盛り上がってくると、なんか私は会話の外ですよ。何もやってないんですよ。広告も出してないんですよ。みたいなね。<laughs> で、何のお金もかけてない。ただ動画でペラ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 ,ペラ喋ってるだけと。で、再生数が、 取れてチャンネル登録者数が増えてで収入が増えてるんですよっていや去年も納税額こんなんですよとか言ったらねやっぱびっくりしましたけども私はだからねなんか妙な感じですよねそう考えてみたらビジネスしてるわけではないんだけどもビジネスが私をやめてくれないって感じですよねはいそれでね今回言いたいことは何かっていうと別にネオヒルズ・チルドレンのことをね、えー、これからお話し,しようと思ってるわけじゃないんですよ実はね私はですねうんまあ無理だなと思ってるんですよ 吉谷さんは全員が全員100万円稼げるっていうふうに考えてらっしゃるし希望を持たせるっていうのはすごくねあの私も必要だと思いますその希望がなかったら私もやってないと思うんですよで私は自分でやってきてまあ自分のやり方では少なくとも無理だなと再現性はゼロだなと思ってるんですよ例えばサイトをねやっぱりこう1万4000個作るとか1000個も作れないですね、えーまあ、普通の人はそこまで あの、信じることができないし、行動することができないし、根性がないと思うんですよ。で、私はどっちかっていうと、そちらの方のリミッターが、生まれつき外れてるんで、なんかね、よだれたらしながら、もう一心不乱にやるってことがあるんですよね。まあ、そうなってくると、さすがに、 私は普通の感覚はないのかなと思いますから、普通の人だからできませんっていう形になりますよね。普通の人でもできますよっていうんじゃなくて、いや、普通の人だからできませんよっていうようなね、回答になってしまいます。妙な話ですけどね。で、YouTube にしても、1万動画とかって誰でもできそうに見えますけども、私はね、いや、普通の人だからできないんじゃないですかと。ぶっ飛んでないとダメですよ、やっぱり。内側から出るものがないとダメですよ。モチベーションなんていうのは、その心理的な負担とかね、 いい時悪い時によって自分の心理が心理状態が変わるのは普通の人は変わりますから私は変わんないんですよだから世の中のこととか他人のことにもう全くの興味がないとおなんか定めも立たないんですよでそういうふうなある意味マシーンみたいな感覚だからこそ苦痛を無視してできたのかなと思いますしちょっと思い出せばですね私まだ脱臼してるんですよ今でもこうやって毎これでも毎日脱臼してるんですよ着てる服がいつも T シャツが全然ないでしょっていうのがねこちらの腕が自力で上がんないんですよ こうやって上げる時ときってこうやってね左手を添えて上げるんですよ握力はあるんで大丈夫なんですけども鉛筆持つときもこういう風にやって上がらやらないと上がらないんで私はね今洗い物がすごくねやりにくいんですよ洗濯物もこうやって洗濯物に干せないんですよねこうやって手が上がんないんですよこっちが上がっても1分は上げられないんですそんな感じで何が言いたいかっていうと普通の人はこれね手術してボルトを打つんですよでも私は3日目でもうね治った感じになってもうギブスも外しましたしね何もしないんですよ ただ不自由してるんですよね、まあ、こういうのも多分普通の人の感覚ではないと思うんですよ。苦痛を無視するっていうんですかね。自分の不自由さをものともしないっていうのがねうん。だからやっぱり私はね、普通の人でいる限りは普通の結果しか出ないと思いますから、普通の人でもできるっていう感覚は、今自分でやってみて改めて思うんですけども、その月収100万とか200万って、まあ、ほとんどの人は無理だなと思うんですよね。ほとんどの人は無理なんで、その無理を差し引いて、 普通の人でも作業がなくても、えー、なんか自己責任を持たなくてもできるものっていうのを探して今はあ例のやつを中心にねおすすめしてるところですよねそれ以外のものって個人差ができるんでセルフバックですらほとんどの人には無理だろうなと思いながら人にはお伝えしています最初の1件は誰でもできますでも2件目3件目を自発的にできるかって言ったら多分やらないと思うんですよ 10件連続で10日間連続でセルフバックをやる人っていうのはもうほとんどいないと思います。できるとしたらその人は普通の人じゃないんですよ。まあ、ですんでね、私はその普通じゃない人に対しては、普通じゃない成功法則っていうのをどんどんお伝えしていくことができますし、それは有料で課金する場合があります。 うん、でも普通の人が普通のところで挫折しようなものを分かっている部分に関しましてはまあ普通の教育をしてですねで普通の情報提案をしてで普通に諦めていったのを深追いしないっていう形になるかなというねなんともね私のやり方も結局無責任なのかなと思っちゃいますけどまあでもね頼んでやるもんでもないですしね、うん、であとは普通の人と普通じゃない人を見分ける方法が今のところないんで、えー、だから本人が。 あの自書でねやる気があるついていくっていうんだったらこちらももう閉ざ,閉ざしませんけどもまあでもだんだんとね連絡がなくななくくっていいのが世の世常かなと思いますえプラスまあ皆さんね例のやつで自動的にお金増えてるんで無理して。 頑張ろうと思わないのかなと思っちゃうんですよね。はい。まあ、今回ね、ネオヒルズ・チルドレンというタイトルでお送りしましたけども、このシリーズは、おそらくですけども、ネオヒルズ・チルドレン、えっとね、この前集まった6人が中心になって、新しいムーブメントを起こすと思います。かなり強烈なやついくと思います。で、ここは私も登場して、あの、オファーをかけると思いますよ。ガンガンに。でも、やっぱり私は私なりの結果の出し方を今までやってきましたしね。 うん、だからね100人中数人しか稼げないってもんじゃなくて私の場合100人中ほぼ100人が稼げるというねことをやってるんで <laughs> まああのやってくれたらいいんじゃないかなと思いますけどね <laughs> 努力がいらないというねなんで継続もいらないというね <laughs> ただ放置というなんかすごく珍しいもんがありますただちょっと度胸がいりますよね度胸が <laughs> やっぱりね自分のお財布の中から現金が他の人のお財布に移動するわけですから。 でそこからちょっとですねいただくって形になりますので基本的には1年間は含み損なんですよねそこに耐えれるかどうかっていう風なね唯一その心理的な心配事っていうのかな圧力はあるかなと思いますけどねはいまあ今回もねほんといろいろと吉さんと関われてよかったなと思いいますはい、以上でございます。